今回は寝癖を最短で内巻きにする方法をご紹介いたします。表参道の夏やヘアスタイリストの原が解説いたします。今日のポイントは1やってはいけない NG 例、2巻く前にコーミングをする、3前に向かってアイロンを通す、4アイロンの先端を反対の手で支えるの4点です。簡単に内巻きが作れる方法なので、時間がない朝などにやってみてください。今回はボブのモデルさんで解説していきますが、ショートボブやショートヘアの方も同じようにできます。まず NG 例の間違ったやり方をご紹介いたします。髪を真横に引き出し、そのままの角度で通すのはやってはいけないやり方です。髪が逆に跳ねてしまったり、不自然な仕上がりになってしまいます。最後までアイロンが髪に対して平行なのも NG ポイントの一つです。このように内巻きにはなりません。正しいやり方では、まず巻く前にしっかりとコーミングをしていきます。引き出すときは耳上の毛を顔に沿って手前に倒すようにして持ちます。その角度のまま顔の中心に向かうようなイメージでアイロンをゆっくりと通していきます。アイロンのプレートを手前に傾けるのもポイントです。綺麗で自然なカールが生まれてくれます。もう一つのポイントは、アイロンの先端を反対の手で支えることです。アイロンが安定して均一に熱を加えることができます。熱くない程度に軽く支えるだけで大丈夫です。このポイントを押さえるだけで最速で内巻きになります。ぜひ試してみてください。このチャンネルでは、表参道の美容師がショートヘア、ショートボブ、ボブを毎日楽しむための有益な情報を週に2回、火曜日と土曜日に配信しております。チャンネル登録していただけると、私たちの動画を作る活力になりますので、チャンネル登録されていない方は、画面下のチャンネル登録ボタンをぜひ押してください。よろしくお願いいたします。